今朝、伊東市の住宅で火事がありました。火は隣接する建物3軒にも燃え広がり、現在も消火活動が続けられています。午前6時20分ごろ、伊東市宍戸の2階建て住宅で天井から火が出ていると消防に通報がありました。火は隣接する店舗兼住宅など3軒にも広がり、現在も消火活動が続けられています。警察によりますと、住人らは皆避難し、逃げ遅れた人やけが人はいないということです。現場は伊東駅前の商店街で、周辺は迂回措置などの交通規制がされています。